皆さん、ベッドサイドテーブルって使っていますか？こちらのサイドテーブルを紹介していきたいと思います。このテーブルがあると、スマホや目覚まし時計、本などを置いたり、ちょっとした小物を収納できたりして、とても便利です。実際使ってみての使用感やおすすめポイント3選を紹介していきたいと思います。よいしょ。今回は大きいですよ。こちらでございます。なんと、組み立て不要です。よっと。こちら。おしゃれ。なかなか存在感があります。まず、スペックから紹介していきます。高さ51センチ。横40センチ。奥行き35センチ。重量は12キロ。天板耐荷重は約100キロ。こちら背面。本体裏返してみました。しっかりとした作りでございます。おすすめポイントを3つ紹介していきます。1、木のぬくもりを感じられるおしゃれなデザイン。本体。こんな感じ。味わいたっぷりで落ち着いた木目柄で、どのようなインテリアにも馴染みやすい北欧風木目。天然オークと青切り無垢材により頑丈で長持ちします。年月を重ねるごとに深い飴色になり、アンティーク感を楽しめます。表面はラッカー塗装、汚れにくく水に濡れてもさっと拭くことができてお手入れ簡単。シンプルな取っ手は握りやすいつまみを使用。はい、こちら B5 サイズ。引き出しが2つ付いているので、小物や書類などを収納するのにとても便利です。引き出しの滑りも良く、開け閉めが楽々です。また上のスペースにはスマホや本などを置くのにもとても便利です。足の部分、こちら足、はい。3、用途、場所を選ばない存在。置きやすいサイズ感。サイドテーブル以外にも飾り台、収納棚として書斎、リビングなど様々な場所に活用することができます。いかがだったでしょうか？ちなみにこちら組み立て不要、本体のまま届きます。